はい、そうしますと、この船は正面の橋をいよいよ右に曲がって、お城の西堀をこれから走ります。それからぐるーっとね、正面がお城なんです。お城の山をぐるーっと回って、右の左の方から戻ってまいりますよ。では今からスタートしましょう。じゃあここからマイク入れてご案内します。皆様、ご協力ありがとうございました。昔のお堀ってね、大体ね、内堀、外堀、中堀、延べ島と15キロぐらいあるんです。その中の3県7キロ、堀堀を中心にして回ってるんです。まあ、全国でも先ほど言いましたようにね、あのお城をね、船浮かべてるお城っていうのも結構11カ所ぐらいあるんですかね、あると思いますけど。でもね、田舎の自慢してもいいですか。特に島根県の堀の自慢、実はね、お城を中心にしてね、ぐるーっとこうしてね、回るのは実はここだけなんですよ。これだけは違うんですよ。でね、この堀もね、まあ、いろんなね、いろいろね、堀端に城によって違うと思いますけど、まっすぐのね、堀幅ってどのくらいあったと思いますか。特にここのね、大体ね、60メートルだった。すごいでしょう。だから右側のあのお家の先端ぐらいまでね、遥かに向こうで、半分は道路になってしまってます、道路つけやすいですよね。で、深さはね、いろんな諸説はあるんですけどね、だいたい5メートルから6メートル程度掘られてたようですよ。深いですよね。だから大きな船が行き来したようです。今はこうして400年まだ掘ったことがないです、だから浅くなってしまって、この辺ったりとはどのくらいでしょうね。1メートルあるかないかだと思います。浅くなってしまいました。そしてこの左側の綺麗な森ご覧ください。本当はその当時のお殿様はずっと石垣を作りたかったんですけど、でも石垣がないお城っても全国でも珍しいでしょ。でもその代わりにこうしてたくさんの木を植えられたんです。ここには今現在3200本24種類の木が植わってるんです。特にその通りは、もみない木、縦の木、株の木、そして葉っぱの落ちない木っていうのをたくさんこうして植えられたんですよ。ですから皆様、春ですよね、若葉はとっても綺麗に芽生えてます。ですよね、普段の大きなんですよ。でもご覧のようにこうしてませんでしょ。その当時のお殿様お考えだったんです。いや、この橋を作りますと、また皆さん両サイドにね、看板があるんですけど、分かりですかね。実はお静かにって書いてあります。右の方に数軒民家があるためにね、これだけ3分ほどですけど、こうしたマイク切って静かに運転しなきゃいけないですよ。皆さん、ご理解とご協力を考えますよ。よろしくお願いします。ちょっと静かに走らせていただきます。ちょっとマイクを持たれます。その間ですね、正面が青潮になった綺麗な綺麗な森と静寂の森をどうぞ堪能してください。特にここがね、森川の PR ビデオでよく撮る最も美しいとこですよ。ちょっと写真などいっぱい撮って帰ってくださいよ。駿府城、これもあの収入度によって決まったと言われております。だからね、石垣は一本で崩れてませんよね。大丈夫ですよね。皆様、はい、ご覧ください。カメラの方、ちょっとだけ寝ても食べてください。手前ですからね、前の方で撮ってもらってもいいです。じゃあ、いよいよ本番ですよ。狭いでしょ。狭い狭い。まあ、今日はね、風がないですからいいですけどね、昨日ちょっと夜風が強くてね、大変だったんです。できるだけね、当てないようにしたいんですけどね、もう
しかして当たったらごめんなさいね。僕が天童さんの腕が試されるんですよ。皆さんもしかして当てた方がいいですか？ちょっと若い人とね、いいよちょっとだけ当ててよ、ね、スリル味わいたいからね、なんて言われて、皆さんどうですか？全然いい。待っててもね、おそらく私らは上手な方じゃないですからね、当たると思いますよ。それもほどほどでいいでしょ。おー、皆さん大丈夫ね。あとね、真ん中ぐらいになったら屋根を上げましょう。はい、皆様お疲れでした。ご覧ください。プレッシャーないですよ。自慢じゃないですけど、3回は必ずだ。皆さん当てた方が良かったですか？たまにね、バックしてあげるんですよ。この間怒られましたよ、後ろの先導に。まあ、変なことせんようにこのポリカーに落ちるんです、風がね。だから結構ね、波打ってね、あの皆さん、あの車でドリフト走行なんてご存知ですか？やったことあることもらいます。斜めに行かないとね、こんなに岸の方に寄っちゃうんですよ。スピード大事、こういう感じで走らないの、うん、それでもね、まだ寄っちゃうんですよ。今日はね、マスリルあるね、いや怖いね、なんて言われます。朝からなんですけど、怖い話もしてもいいですか？この左手ご覧ください。まもなくね、緑のプレート板が見えてくると思います。実は、どの日かな、大泉屋のホテルの階段の調節家なんです。調節に出てくるお話で、あずきとぎ橋という橋の売り場は女性の幽霊が、あの箱を持って泣いて渡るんですよ。恨めしいな、恨めしいな。あの箱の中に何があったと思いますか？クーバーじゃないですよ。自分の首の、赤ちゃんの首が入って悲しくて泣いて渡ったようです。ちょっと右側本当にあるんですよ。今でもあの橋、わかりますか？あの橋やったけど、うん、あれが物語に出た。ご存知ですか、あの耳立ち王室とかね、いろんな人に書かれたもんですね。3つの国交の後ろがあるんですけど、ご存知の方いらっしゃいますか？まあ、人不動ですけどね、信州の松本城ね、愛知県の犬山城、滋賀県の彦根城、そして5、6年前でしょうか、福井の白壁がきれいにきれいに整いました兵庫県の姫路城、そしてもう一度あるんですよ。ご存知ですか？松江城でございます。もう一回言ってもいいですか？松江城だから。恥ずかしいんですけどね、あの日本にはね、まだね、現存してる天守がまだ12残ってるんです。この松江城はね、実は姫路城に続きます。非常に大きいんですよ。意外ですよ。高さはね、実は3番目、高さは30メートル、5層6階地下になるんです。なんかどうかな、天気のいい日には東に国立公園大使に一気に臨めるんです。実はこの作られたお殿様はね、堀尾義春公と言いましてね、実は1607年から11年、5年の歳月を費やして、この城下町松江を作られたんですよ。あのお城はね、皆様2年半で完成したんです。すごいですよね。でもこのお堀はね、3年半もかかった、実は難工事だったんです。でも完成後6ヶ月後に堀尾義春公、お疲れがね、泣き場になってしまわれたんです。堀尾家3代。その後においでいただいたお殿様、若狭の国福井から京国様というお殿様がおいでいただいたんですけどね。でもね、これね、まとめがなくて1台で終わっちゃったんです。その後においでいただいたお殿様、いよいよ徳川家康のお孫さんにあたられます松平直政公。こちらが東北松本城から本家になって、明治維新の手前まで10代にわたってこの城下町松江をお守りになってきたお殿様たちでございます。清見縄と呼んでるんですよ。あの縄手とはね、縄のように細長い綺麗な綺麗な道のこと、こちらの方では縄手と呼んでるんです。ここは日本の道作戦の中で選ばれてるんです。また機会がありましたら堀川と歩いていただけたらいいと思います。また道路の向こうをご覧ください。昔は堀家さんが住んでた武家地方です。その当時は200国から600国の道の草村さんが実は住んでるとお屋敷跡です。でも皆様、600国ってどれぐらいの地位の方か、なかなか分かりづらいですよね。実は今、サラリーマン階級で来ましたね。部長さん、部長さん、仕事の方が見てらっしゃいます。
ました。ありがとうございます。今こうして小料理屋さんとか、そして一般の方もお参りしております。人通りがお宿にございます。今、踊りしたりしないことなかなか言うことじゃないそうですよ。ちょっと泊まってみたいですよね。そしてまたこの右側に大きな提灯と大きな門構えのお屋敷跡がまもなく見えてまいります。お分かりですか？こちらが以前、塩見古兵という小武家さんが住んでいるお屋敷跡です。最初はね、の武家さんだったんですけど、松平直政公というお殿様にすごくすごく好かれましてね、最終的には松江藩のご家老様までご出された以前、お子さんが住んでいるお屋敷跡です。そして地元の方がこの塩見古兵のご出生をお祝いいたしまして、今ではこの辺りを塩見古兵の名を取って塩見長手という地名が、そして古くから残させていただいているところでございます。待ってるよ。はい、逆転車。